プレイベックは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州ゲッティンゲン群に属す町村、マチソンでザムトゲマインでギーボルデハウゼンを構成する、マチソンの一つである。この町は2006年に建設750年祭を祝った。この町は、ウンター・アイヒスフェルトの西端に位置しており、ゲッティンゲンから東に約 19km の位置にある。約 2km 離れた。 レンスハウゼン集落もこの町に含まれる。隣接する町村はエイバーゲッツェン、ボーデン税、ボルブランツハウゼンである。集落のすぐ脇をゲッティンゲンからヘルツベルクアムハルツへ向かう連邦道 B27 号線が走っている。ドイツの地理上の中心点を示す記念碑この集落は1256年にクリベックとして初めて記録され、後に クレイベックと表記されている。この名前はクレーエンバッハ、またはクラーニヒベフハを意味しており、当時集落の近くの小川に鶴の大群が渡りの途中の休憩にしばしば降り立つのを住民が見ていたことに由来する。1649年までに村の名前表記はクリベック、クリベック、クレイベック、クリービカと変遷した。このため村の紋章は、 青地に飛ぶ鶴が銀で描かれたものである。最初の記録の1256年当時、ビデキントフォン・ベーゼ・ケンドルプは、クレーベックの私有地からの収入を、ベンデ修道院に寄贈していた。5年後の1261年にある、主任司祭がこの村の名前で記述されている。1496年にこの村は破門された。この構想の原因は、 主権がアムト・ギーボルデハウゼンの会にあったクレイベックとザウタールに放牧地を有していたヒルデスハイムのセーミハイル修道院との衝突にあった。リンダウの大官の尽力によって1年後に波紋は解かれた。宗教改革の時代、クレイベックの司祭であったフランキスクス・シモンは回収したアムト・ギーボルデハウゼンのプロテスタントを回線にかかった羊と呼んだ。 1605年頃になって再び多くの家族がカトリック教会に属すようになった。ウンター・アイヒスフェルトの他の集落同様、クレーベックも30年戦争と7年戦争で甚大な被害を受けた。さらに1850年にウンター・アイヒスフェルト地方で流行したこれらがこの村を襲った。両大戦で49人の住民が亡くなり、9人が行方不明のままとなった。 近代には火災もしばしばこの町を苦しめた。1917年5月の大火は10件の住居と14棟の納屋を焼き、1934年8月には4件の納屋が火災の犠牲となった。1973年からクレーベックは新たに合併したレンスハウゼンと共にザムトゲマインでキーボルデハウゼンの一員となった。クレーベックには地理上のドイツの中心点がある。 クレーベックの議会は町長を含め11議席からなる。図柄、青地に金の爪を持ち、飛び立つ銀の鶴が描かれている。その下部には斜めの銀の波台が描かれている。カトリックの教区教会聖アレクサンダー教会は1716年にアイヒスフェルダーバロック様式で建設された。この建物はわずかに引きこもった内人室を持つブンテル砂岩製建造物である。 この教会の建設には、チロルの建築職人も参加していた。南壁には、建築職人の文字が残っており、ジョアン・ゲイヤグ・クルモン・マウアー・マイスター・フォン・ジェレン・ロートと記されている。ウンター・アイヒスフェルト地方の他の教会と同様、この教会にも先行する教会があり、このため、教会等には16世紀の日付が残されている。一方、塔の屋根として使われている。 尖った長部は19世紀に作られたものである。外壁は無個性な簡素な外観で、丸やアーチ状目土上部の奥利りを目立たせている。教会の守護聖人である聖アレクサンダーの像は、塔の入り口上部のくぼみにある。教会北側の入り口に、金目石がはめ込まれている。これには1716年の完成の日付と八本スポークのマインツの輪が描かれている。 鏡型ボールドで支えられたホールには、ライソンが施された側壁や十字ボールドの珍しい構成を見ることができる。その特殊な点は、内人室方面の録材の集団が見えないことである。収蔵品目録は、ベージュイコール金色の台の中に保存されていた。これはバロック、もしくは後期バロックから古典主義への移行期の時代に作られた三層の大祭壇は、 18世紀中頃に、カーブした柱、天使像、花の下げ飾り、貝型装飾や壺が取り付けられた。祭り団像は、キリスト十字架像である。脇祭壇の様式はロココである。優美に彩色された毅然としたバロック様式の聖母像が脇祭壇の主像である。デンスホイザー・ブラス・ムジーク、ラウゼベルガー・ビッグ・バンドや、ラウシュ・ギフト、ジャック・アンド・ザ・ダニエルス、ブルー・ベルベット、 ラジオアクティブといったバンドが町内で活動している。音楽のハイライトが毎年開催されるオープンウェアクレーベックである。このイベントは k s c ニーブが主催し、クレーベックスポーツ広場で開催される。DJK クレーベック、青年会、コルピングスファミリー、カトリック婦人会、MGV、西洋ゼフクレーベック、消防団、カーニバル実行委員、射撃同友会、 スカートクラブなどのサークルがある。クレーベックの経済は昔から農村が建工業によっている。1972年に閉鎖されたレンガ工場がかつては多くのクレーベック住民の収入源となっていた。レンガ工場の設立は1860年にまで遡る。現在この工場跡地には町の乗馬ホールが作られている。ありがとうございます。